3分でわかればいい第5装甲師団解説ハッチマールよ。第5装甲師団は1938年11月24日に現在のポーランドにあるオッペルンで設立された。39年3月に師団はチェコの分解に参加。ポルスカ戦が始まる前に現ポーランド南部のラチボルに集結。1日に国境部の要塞を突破し9日までに約400キロを進軍。その後イスワ川北部を総統支配層するポーランド軍を追撃。ポーランド降伏後はドイツ各地を転々とし、40年5月に英軍集団に配属されベルギーとアルデンヌを突破。その後はフランス北部の各都市を占領しながら進軍。フランス軍の防衛線を突破しセーヌ川に到達した。6月19日にはフランス最大の軍港を有するブレストに到達した。停戦後は占領軍としてブレストに留まり、7月初旬にドイツへと戻った。そして当たり前のように新師団創設のために戦車連隊が引っこ抜かれた。その後41年4月にバルカンでの作戦に従事、ユーゴとギリシャを4月末までに蹴散らし、5月には師団の一部がクレタ島攻略に参加。なお制海権が取られている上漁船で上陸しようとしたため大損害を被った模様。降下傭兵も降下傭兵で大損害を被っており、ドイツ軍の損害は甚大であった。なおイタリアはしれっと上陸を成功させている。グダグダだったクレタが終わった後、師団はベルリン西部で補充を受け、7月には熱帯に対応した装備をするように命令された。ただ9月には中止され、地獄の東部戦線へ送られ、第4装甲軍の一部としてモスクワ攻略に従事した。11月までにはモスクワ防衛線を突破し、12月時点でモスクワ北西50キロ地点に迫った。しかしながらモスクワ目前で赤軍の激しい反撃を受け後退。42年中はモスクワ西方200キロのルジェフ近郊で攻防を繰り返し、戦線を維持した。43年初頭には補給のために後方兵装され、クルスクの戦いに備えることとなる。ただ師団自体はクルスク戦には参加せず、予備軍として後方で待機した。赤軍の反攻後はクルスク北部のオリョール兵同士防衛戦に参加。その後各都市が陥落するにつれ後退し、10月にはドニエプル川まで撤退。44年3月にはベラルーシまで撤退。4月には包囲されたコウェルでドイツ軍を救出するため第4装甲師団と共に攻撃を実施。これらの支援のおかげもあり、 SS 第5装甲師団を中心とした戦闘団が包囲を突破し、包囲下にあったドイツ軍を全て救出することに成功している。このような局地的な勝利もあったが、全体的にはソ連軍が優勢であり、8月にはリトアニア、45年1月には東プロイセンまで撤退。その後リトアニアのクルシューサスに閉じ込められ、師団の一部は海軍に護衛され脱出できたが、大部分がソ連に降伏した。ちなみにウィキには第5装甲師団は精鋭であり、交戦しないようにという命令があったという記述がある。我々はこの事実を確認すべくソ連軍最高司令部の資料を求めたが、なぜかロシア国防省にアクセスを拒否られた。なんでやろうなぁ。